さあ今回は保険の110番こちらですね、この会社に訪問したいと思います。それで行ってきます。さあここかな。およよよよよ、こんにちは。元気ですか？いいね。ああこういうところですね、はい、それでは保険の110番富士会長にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、はい、こちらの保険の110番の、はい、まあ、業態といいますか、はい、どういったことを主にやってらっしゃるんですか？はい、私どもはですね、うん、まずショッピングセンターの中に、うん、保険ショップ、うん、を、展開しておりまして、さまざまな、保険会社の、商品からお客様に、一番いい保険商品を、提案させていただくという形をとっております。なるほど。メリットでいうとどういうところがメリットになるんですか？一社ではなかなか選べないようなところをさまざまな形でちょうど洋服のサイズを合わせるようにですね、オーダーメイドで作っていくことができるということですね。でそれは保険の110番をやられて、はい、今年で何年？あ、これがですねちょうどですね、10周年ということで。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、一つの企業が10年持つなんていうのはほとんど奇跡に近いぐらい、はい、それを10年やられてきた。なんとか、なんとかかんとかお客様に支えられてやってこられました。はい、でこの10年で何か目立ったイベントとか、はい、何かやろうとしてるんですか？はい、私たちとしてはですね、今お客様の方に心と体を整えていただくということを、やっておりまして、一つがですね、ちょっとこれはもう可愛いキャラクターで の動物占い、個性心理学の分析というものを、やらせてもらってます。はい、というわけで私ローラがこちらの個性を分析をしていただきに参りました。さあこちらでございます、保険の110番。ペッパーくんお出迎え行ってまいります。こんにちは。よろしくお願いいたします。まずは自分の名前と生年月日などの個人情報を用紙に記入していきます。そしてパソコンにそのデータを打ち込んだら、はい、ありがとうございます。あっという間に私の個性診断カルテが出来上がっちゃいました。ローラさんの場合はすごい優雅なペガサス、すごくなんでしょうね、個性的な方っていうか違った表現すると、周りからはなんか理解しづらいというか普段人と接しているときに演じてる自分っていうそのキャラクターですね。ズバリ言い当てられてしまいました。保険の110番ではスタッフの方全員この動物占いをマスターしています。あらゆる角度から個性を理解すればどんなお客さんに対しても適切なアドバイスができるというわけなんです。だいぶドキドキしちゃったんですけど、前に動物占いってすごい流行った時あったじゃないですか。その時とは確実にすごい内容量が深くて恥ずかしい、中身をすごい見られてるような気持ちで、でもすごく自分のことを知れるからこそそれに合わせて自分にはどんなものが合ってるのかとか、なんか生き方もすごくこう明確にいけそうでいいです。他にも手軽にできるがん検診や血管年齢測定など、保険の分野とはまた違った幅広いサービスでお客さんの健康をコンサルティングしています。で私どもやっぱり保険という現場で皆様のそういったところ現場をやっぱり見させていただく中で、やはり何かここで我々ができる運動はないかということで、こういった取り組みをですね、今後も数多く展開させていただきたいなと考えています。期待しておりますので。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。ね、とても若さあふれるというか、会社まだまだいけそうな気がするっていうかさ、なんか保険って今までなんか一つの保険しかないような、なんかこういうイメージあったじゃない？それをなんか110番はなんかいろんなその人に合ったいろんなタイプのやつを紹介してくれるっていうか、安心できるなって。それから動物占いどうだった？動物占い、いやちょっとびっくりしましたよ。ちなみにローラどうだった？見ます？見る見る。
私は優雅なペガサス。ペガサスはですね、とりあえず何事も目の前のことから一つずつ処理していこうっていうグループらしくて、で人間関係に波風を立てたくないらしいです。でスピリチュアルなもの、目に見えないものを重視した生き方が適していて、直感を信じてくださいと。で全体的にそれを見て、あの自分当たってるなと思う。もうその通りですね。まあでも、君ら動物占いってやったことないんですよ。なんか気になって調べました。調べた、調べました、さっき自分のことも。そうです。何だった。チーターだったらしくって、好奇心旺盛で行動力が早い。それ自分でどうなんですか。当たってると思います。考えずに何でもピュッて横も行っちゃうので。つまりこういうこともやってもらいつつ、はい、あなたの性格はこうなんだから、うん、あなたに合った保険はこういうタイプですよとかっていう、うん、なんていうの、会話の引き出し、ほら、うん、結構自分って言えないじゃん、うん、私ちょっと実はちょっと変な性癖があるんですけど、ちょっと変わってるんですよ。ローラ言えないだろ。言えない。まあまあこういう風にしてね、あの九州男子的元気な企業紹介ということで、このまあ元気さだけじゃなくってちゃんと中身もね、これからあの素晴らしく大きくなりそうな企業をどしどしご紹介していきます。はい、というわけで九州男子的元気な企業のコーナーでした。